はい、皆さん、お疲れ様です。SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方は、チャンネル登録の方、ぜひ、よろしくお願いします。それでは、始めましょう。おはようございます。なんとね、早朝入ったニュースなんですけど、井岡一翔選手が、なんと、5階級目のバンタム級に挑戦するかもしれないという意思を表明しました。これっていうのはね、日本人初の、4階級制覇を達成したんですよね、井岡選手は。そこでプロとしての目標は、120% 達成と言ってもいい。しかし、井岡は歩みを止めない。初めて世界5階級制覇に挑戦する意思を表明したと、この日刊スポーツで報道しておりますね。井岡選手が答えます。僕が5階級制覇、挑戦します。はい。こう言えば、挑戦は実現するわけじゃないですか。その切符を持っているので、それを持っている以上は、やりたい。行けるとこまで行きたい。今は自分だけではなく、人それぞれ可能性があるという素晴らしさを伝えたい。こう言ってますね。だから、井岡選手は、これ、エストラーダが、バンタム級に、行くと言ってるので、それエストラーダを追ってるんですかね？それともただ単にというか、普通に記録を作りたいのか。これどっちなんでしょうね。井岡選手は現在34歳で、自身でももう引退が近いとは公言してるんですよ。そこでやっぱりね、これまだずっとボクシングをやってきたので、引退というのはね、考えられないのかもしれませんね。引退というのは、やっぱり、負けてから、パフォーマンスを見せれなくなったら、考えてもいいのではとは、確かに思いますよね。今はまだ勝ってる最中なので、挑戦できるうちにどんどんやってもらいたいというのはありますよね。それにしても、バンタム級が、今、すごいことになっておりますね。世界では今ね、スーパーライト級が、盛り上がってますよね。そして日本国内では今バンタム級にもうかなり集まってますよね。中谷潤人選手、武井良樹選手もバンタム級。中谷選手に限ってはちょっとまだ発表はしてないんですけど、そして井岡選手もバンタムか。これちょっと面白いですね、バンタム級。井岡選手ちょっとね、スーパーフライ級でエストラーダと、まだ2024年にやる可能性はあるらしいんですが、どうですかね。ちょっとね、井岡選手のサイズ的に、ちょっとバンタムはちょっと厳しいのではないかなとは思うんですよ。適性っていうのがあるんで、井岡選手はミニマム級から上げてきた選手ですよね。これは、そんなに無理してバンタムに上げることでもないのかなとは思いますね。これ、ただバンタムに上げるのならば、当然ね、注目ですよね。これちょっとスーパーフライ級エストラーダともし、できなかったとしたら、ちょっとまだ面白い選手実はいるんですよ。ちょっとこの選手なんですけど、先日ですね、ちょっと前、あれ1ヶ月ぐらい前ですよね。WBA スーパーフライ級の、指名挑戦者が決まりましたよね。それっていうのが、このアメリカのジョン・スクラッピー・ラミレスですね。こちらがね、井岡選手に、勝てるとね、発言しましたね。もう早くやりたいと。このね、ジョン・スクラッピー・ラミレスね。これは、面白いですよ。この選手ね、ちょっと試合見たんですけど、かなり攻撃的なんですよ。そしてパンチ力結構ありますよ。バシバシというかドスドス。手数多くて、インパクトのあるパンチを結構打ち込むんですよね。結構、ドスドスいってますよ。そしてね、なんといっても、前に出て打ち込む割に、ディフェンスもいいんですよ。打ち込んだ割に相手が打ってくると、もうギリギリで避けるんですよね。かなり動きが機敏ですよ。これ何ですかね？これ見た目通り、ヒップホップ、レゲエとかね、そんな感じですかね。そのリズムを使ってるんですかね。そんなようにも見えます。これちょっと漫画みたいになってますけど、いや、この選手はね、いいですよ。いや、井岡選手とぜひね、戦ってもらいたいです。攻撃力はね、まあ、力だけで言うと、力と回転力だけで言うと、このジョン・スクラッピー・ラミレスの方が上回ってますよね。まあ、ただね、井岡選手は今までね、もう100戦で、まあ、いろんな選手と戦ってきて、まあ、こういう選手ともね、戦ってきて勝っているので、まあ、ここはね、見たい一戦ではありますよね。ジョン・スクラッピー・ラミレス、現在、27歳か。13勝0敗ですね。9KO。KO 率、やっぱり高いですよ。こちら。163のオーソドックス。レーティングは、アメリカでは1位なんですけど、世界で31位となっておりますね。そんなになぜか高くはないんですよ。これ、アメリカで1位っていうのはね、アメリカにこのスーパーフライ級っていうのが本当に数えるほどしかいないんですよ。いやー、レーティングそんなにだから高くないんですよね。いや、これはね、いや、自分、まあこれ、レーティングっていうのはね、ちょっと、まあ、あんまり参考にはならないかもしれませんね。この選手はね、面白い、強い。とにかく攻撃的で、まあ時にはね、こうやってロープ背負って、挑発的にもなるんですよ。これ盛り上がりますよ、井岡選手とやったら。これちょっとね、なんかね、若い力ありますよね。パワフルで。もしかしたら井岡選手、ちょっと危ないかも。危ない局面も見られるかもしれませんね。だから、井岡選手は、この選手を倒すと、いや、みんなが見る目変わると思いますよ。ちょっとね、今のところ井岡選手、まあ、これまでね、世界戦散々やってきているんですけど、ちょっとね、心のどこかで認められないっていうね、人がね、結構いるんですよ。この選手ね、倒すべきだと思いますよ。指名挑戦者なんで、WBA にはね、指令してもらいたいですよね。この対戦を。ただ、井岡選手は、まあ、エストラーダとね、やっぱりやりたいという夢があるんですよね。エストラーダと、もし戦えないのであれば、次戦はね、この、ジョン・スクラッピー・ラミレスと、戦ってほしいですよね。いや、なんならね、この、もう、エストラーダよりもね、俺自分としてはこっちと戦ってほしいですよね。これちょっとね、ほんと、キャラも立ってるんですよ。そして、エストラーダの方は、次、もしかしたら井岡選手とやるか、もしくはバンタムに上げるかとも言ってるんですよ。エストラーダの方は、WBC で、クアドラスですね。暫定チャンピオンの。こちらと、まあ、対戦指令が出てるんですけど、これはどうですかね。クアドラスとの戦いなんてもう2回やってるんですよ。ここが誰も求めてないんですよね。まあこれ指令されたとこで、この WBC からしてもエストラーダは実質、まあ盛り上がる、お金になる試合が優先されると思います。そこで今エストラーダは、まあ井岡選手かクアドラスかバンタムで、まあサンティアゴですよね。標的は。この3人のどれかなんですよね。実質だからエストラーダ次第と言ってもいいですよね。どうなるかは。ただ、井岡選手はね、エストラーダと決まらないのであれば、このスクラッピーと戦ってほしいです。スクラッピーと井岡選手やるならば、誰も反対はしないんですよ。むしろ、井岡頑張れってなりますよ。はい、ということですね。いやー、これまず、エストラーダの動向次第っていうのもありますよね。いや、どうなるでしょうか。そして、ちょっともう一つのニュースなんですけど、今ね、もう激アツのスーパーライト級戦線ですね。いや、かなり盛り上がってますよね。もう、1年前はスーパーライト級なんて全然盛り上がってなかったんですけど、これ、いろんな選手が来て、そしてね、もうライト級からどんどん流れてきて、いや、今一番激アツですよね。そして、面白いカードが、ちょっと浮上しましたね。まだこれは、浮上といった感じなんですけど、まあ先日ね、まあ最強の強さというかね、もう、あそこまで強いのかと思わせるようなね、試合をした、マティアスですね。マティアスと、なんと、テオヒモ・ロペスの対戦が、これ6月に、決まるのではというニュースが流れてきましたね。いや、はっきり言ってね、こういうのね、どうですかね、当てになりますかね。これ決まりますかね？ちょっとわかんないですよね。もうこういうね、ほんと最強の選手になっていくと、もういくらでも浮上してくるんですよね、こういう話が。そして結局、交渉決裂になることが多いんですよ。まあ、とにかくね、この、テオフィモ・ロペスと、マティアス。これは見たいですね。そして、この試合、勝った方が、もう、もうこれすごいことになるんじゃないですか？勝った方はもう、クロフォードとか、もうそのあたりのレベルと、一緒になりますよね。だからもう完全ボクシング界の、今のトップ戦線になるんですよ。まあ、ドリームマッチとかの路線になってきますよね。これで勝者は。いやー、どうなりますかね。ここ楽しみですよね。はい。また続報入り試合こちらの方で放送していきたいと思います。皆さんチャンネル登録、あとインスタグラムと X のフォローもぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。